はい、こんにちは。前回ちょっとやってたんですけど、なんか音がやっぱりちょっと変だったので、この収録はボツにして、ライブは残ってると思うんですが、改めてスティープやっていきます。進行でこのこのダブル、あ、じゃあ RW ロケットウィングがつ、なんか始められない DLC をゲットって書いてるのが買ったはずなのにって言ってたんですけど、買ってませんでした。なんかそれぞれの、ま、山の、DLC を別に売ってるみたいですね。だからアジアのは買ったんですけど、ここのは、ここアルプスでしたね。ここは買ってなかったようです。はい、で、まあ。買ってもいいんですけど、まあライダーズリパブリックもあることだということで、まあそんなにこう頻繁に一生懸命やらないんだろう、まあ、予測のもと、まあ何百円かの DLC なんですけど、買いませんでした。はい、特にこれやりたいっていうわけですね。それで、ここは、戦争とかの方なんですけど、ここは、あ、なんか、ここやりづらい。しかも、
パン屋みたいな場所がやばいんだけど、部屋を占領しています。あ、転んじゃった。できなかったし、発見だ。今までここから挑戦した人間はいるだろうか。とにかく探検だな。まあ、どうせね、出かけられないですから、まあ、サイバーパンクをやるか、まあ、このキープをたまに素晴らしい考えをまとめるときにやるか、意外とこう、なんていうかな、収集と監視官は。
主観っていうか、なんていうかな、リラックスするんですよね、このグループやってる。なんていうか、割と考えを、負のに言うっていうかね、なんかそんな感じがするんですよ。これちなみにボードがですね、前の動画では、あ、前の動画で撮ってないキャプテンスピードというキャラクターのデザインというのを、あとで、じゃあゼリスマトリック楽しいんですよね。まあ多分不安材料としては、UBI が最近こう下手こいてるっていうかね、っていうかでも、なんでしょう、最近その海外のグッズサイズとで、UBA は全部してしまって UBA はそうだな、ワークリフトがちょっと良くなもうあんまり動画聞かないし、あれは結構まあ僕も買うかもしれないけど、なんかセールの時にやっぱりいいかなと思うぐらいの感じなんで、動画の方がいいんでしょうね。あと、あの、どういうのに動画がなかったら、はい。
バイブ自体が、こうやって今、今、予約とかしてるのに、なんか、ちょっとダイバーシティパーティー
あるんですよね。トライアスロン、走るかもしれないですね。見つけたのはどれだったんだ。もうそこはとっくに過ぎちゃう。あ、これだと。これはちょっと時刻を変更して、少々お待ちください。景色をお楽しみください。はい、お待たせしました。戻りました。あ、そうだ、レコード、あれ、なんかプチって言った。今ね、プチって言った理由が自分が静電気を発したからだと思うんですけど、これでレコードを触るの嫌です。レコードって結構静電気ツインピークスのサントラを聞いてますが、さて、あれ、ここだったのかな。インデュー、通る、なんか違くない場所。ここからじゃダメなのかな。え、この隙間を通れっていうと、
いや、やっぱ違った。これは、ここでこれですね。これ、おい。これは KO 必須だ。止まって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 、まだ可能性がある。でもここもう二度とやりたくない。お、なんかレジェンドになった。エクストリームライダー、プロフィール、この辺がね、全部レジェンドになるとマークが変わるんですよね。このボーンコレクターがまあ、あんまりあのフリーフォール系のを何回もやるのが好きじゃないんで、あんま上がってないですけど、 PS 版では確かレベル50いいぞ。シートベルトを締めたらガッタガタのゴムチレトラックに突入だ。行かれたコースを滑り降りれば髪の毛は真っ黒だし、目玉はめり込んじまうだろうぜ。体の表裏がひっくり返っちまうほどのモッツングだ。ほっぽー、何どうすれば立てるかってことだろう。ミスターシール、あのサイバーパンクで、いいプラス取る。あっ、変なところ。あっ、こっちだ。あっ、これが。
相当強いか大丈夫これぐらい。最高なんて言葉は使い古された表現だが、ファイブジャイアンツを表す言葉は他にない。誰もが知る最高の山だが、5つの頂点を続けざまに極めた人間は一人としていないんだ。最初の登山で3つ、2度目の登山で2つ、最初の登山から1年後に残りの2つを制した例ならあったが、5つを一度に制するなんてことは不可能だろう。ビンゴだ。さて、どんな秘密が隠れているか確認させてもらうとしよう。
書いてるから。これ何で行けって言うんだろう。これこうやって行ったらダメなんだよな、やっぱりな。驚いたな。ここは最高の出発地点になるぞ。あ、なんか見えてないところが続々見つかってる。これなんだろう。ファイブジャイアンツには俺の前にも多くの人間が挑んでいる。そして皆一様にこう言うんだ。不可能だってな。俺は4つまで制した。俺に不可能だと言った男の記録を1つ伸ばしたんだ。そして今俺はお前さんに不可能だと言う。だから5つ全てを制してみせろ。何のスポーツを作られる。あこれパラグライダーでもいいのかな。ここからパラグライダーに変えたらダメってなるか。ならないならパラグライダーでもいい。下の方からの頂上を極めた時、想像していたほどじゃないなと思ったのを覚えてる。トレックはまだ始まったばかりで、俺はとても前向きだったんだ。絶対にやり遂げられると思ってた。簡単だなって。実際のね、その冒険家、登山家とかね、クーラーの人とかいますけど、まあ、命がけでね、やってますけど。あの、なんだろう、フリーソロっていうのが前に行ったかな。基本的にはなんか、アクションチーズナーはつけるのか、一応つけるけれども、でもフリーだから、こういうふうにパラシュートとかつけて落ちないようになんか、こうやってなんかよくわかんない。でもフリーハンドでこう一人で登るとフリーソロっていうふうにやって映画を見ました。ちょっと登山のフリークライミング、ロッククライミング、あれは、彼女は結局なんですか。二つ目の頂上を極めるまでは、一つ目よりもはるかにきつかった。とてつもなく険しい道のり、アップダウンの後のクライミング、みるみる消耗していったよ。ね、頂上に着いた時、俺は終わりだと思った。息切れし、脱水症状を起こし、標高に苦しめられた。本当に辛かったよ。多分まあいろいろその能力もあるんでしょう。まず登っている時の、まあフリーでの収録その一方で。ストレスのノウハウ
調べてみる。MRI でやる。やってみる。やる。めちゃくちゃそのストレスみたいな冷静っていうか。すごいハートがすごい。そういう人みたいな。だから、現状でとっても、本当にものすごく冷静で、なんか、同時に、そうだし、そういう人じゃないと、多分だから、この人とかも、近いところがあるんだろう。冷静っていうのはちょっと別かもしれない。でも、あの人は演技をしながら危険な仕事をできる。多分冷静さもあると思う。まあ、あとはね、F1 のレーサーとかね。3つ目に到達する直前には転落してしまったんだ。ものすごい勢いで迫ってくる岩が見えたな。そしてこのまま気絶して終わるんだなって思ったんだ。続けるのは無理だと分かってた。ベストは尽くしたが、そこで一度目の挑戦は終わった。めちゃくちゃこう冷静で、超頭が良くて冷静で、物静かで、なんかあらゆることに無反応らしい。ロボットのように1年後俺は山に戻り、残りの2つの頂上を見に行った。だが何かが違ったな。全然いい気分になれないんだ。ロボットのように冷静な人のようにね、アニメルアーハスと違ったかな。何も言わないから、ちょっと怒られたり。あ、ダイヤの5ドルとか、何も言わないやつだよね。ドライバー。最後の頂上に着いた時、なぜか悲しくなった。俺は自分の力を信じていたんだろう。絶対にやり遂げられると。この5つを制することができるやつがいるなら本当に羨ましく思うよ。よっしゃ、やりはった。本当になんて野郎だ。お前さんはたった今不可能を可能にしたんだ。お前さんのことを誇りに思うよ。なんか電話がかかってきたりしただけで、めっちゃ電話ならない。今も割とドキドキしてる。ドキドキが落ちないかな。落ちる。で、そういう人たちがこういろんな危険なことにチャレンジして新しい危険があるんでしょうね。その命知らずの挑戦とかって言いますけど、なかなか最初からこう死ぬつもりでやってるわけではない。知りたくてやってるわけじゃなくて、クリアしてでやってるんだけども、その無謀だと知りつつやるんですよね。
フリーソロ その映画の冒頭っていうか、ちょっと最初の方のフリーはもうバンバンし、いくら伝説でもすごいクライマーだって言われてる、登る人たちもね、その挑戦が過酷になりすぎてね、まあ、いやどんな時も多分そう、一つ何か、判断悪い偶然が重なってしまったりするしても、ね、ちょっとしてしまうんでしょうかね。ああ、いや、この間ちゃんとトム・クルーズの話を聞いて思いましたけど、あのミッション・インポッシブルかなんかの撮影の最中、トム・クルーズのコロナ対策をしていない従業員がいて、隣に着いたんですね、ちょっと話題になったんですけど、それはその、なんかね、賛否両論みたいなのが書いてあって、いや、まあ、パワハラだっていうことは、なんか、意見は言ってないんで、ね、よく分かんないですけど、怒って当然だと思うんですけど、このクルーズは特に、いや、命を張るような。ここでね、あの、ワインの人が、海のパイロットが、何か言ってるんだって、何か言ってる。そういう経験もあるから、それが、本当に言うか、プロデューサーで、だから、企画を、命を守るっていう役割、企画自体を守るっていうのもあるし、という面もあるんですね。で、必要なのは守らないと欲しいと思うんですね。新型コロナウイルス、コビッドとか、自分の状況になったら、それだけで、いろんな、事があるわけですね。そういう気持ちの点があるわけですね。それは本気で起こるのが大変だと思うんですけど、間隔を空けていなかったぐらいで、こんな空間が取るなんて、ヘリの体力を危険な撮影をしたがために、スタントマンであるとはいえ、なくしてるわけです。このチャレンジ、この挑戦というか、この仕事に比べたら、ソーシャルディスタンスがなくて、マスクをするっていうことぐらい、どうでもできるんですね。それは、最低限できない、挑戦にならないとか、したら、怒って当然、それは彼の現場だから、ね、街に行って、こう、人がいるから、あの、っていうか、すごく近づいて喋ってる人たちがいるから、そういうのに行ったことも注意しないといけないっていうか、それ、あの、今回の映画の現場は、彼の映画ですよ、彼の。トム・クルーズは自分で出資して自分でお金集めてて映画撮るんでね、彼自身がプロデューサーだし、その場で
怒っても当然だろうなと思いましたね。どれぐらいともに真剣に、映画館で見るためにこの年を取ってるんですよ。だから、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのために作ってるのに、ディズニーランドで、これがね、無料、なんかすごいいっぱい人が来るからといって、ディズニーランドで、だいぶ話が違うっていうのも話が違うので、なんか話を聞いたりとか、そういう映像を見るのと違う、はい、映画館で特別、僕にとってやっぱ特別な場所を映画館で見た映画って覚えてるの今ね、多分全然みんなが知らないと思うので、そんな人がそれって多分覚えてると思うんですよね。ずっと忘れないやつに、ね、映画館で見たっていうのを覚えてないと思うんですよ。ヘッドホンが流れてきたのか、何食べたのか、そういうところまで覚えてるかもしれないですね。だから楽しい映画を見たらいい映画を見て感動したら盛り上がったら、若い頃のことは結構覚えてる。それぐらい映画って体験的なこともあるし、劇場込みのものでもあるんですけど、僕もね、なんか小さい頃に見に行った前もなんかで話したな、フォレマーズとバックトゥーザフューチャーの
2本立てで、僕はトレマーズを見たかった。その親がトレマーズは気持ち悪いから出る、 見られないこんなの、ここにいられないって言って出るってすごく残念な気持ちになって、しかし後年トレマーズを見て大したものではなかったなっていう、ね、バックトゥーザフューチャーの方がまあ普通なのかなっていうのがありました。あと、いつだったの、今年じゃないかな、エレファントマーズ、サッカーとしてね、すごいと思います。そうか、規制点はすごく難しいね。ただ音楽の情報とかそういうものに間に、時間は経過して、じゃあそろそろいい時間なので、太陽の方を使いながら、レッドして。
感じというか。はい。じゃあ今回は、こんなところにしていこうと思います。はい。それじゃあまた。あ、待てよ。今日の夜予定があったかも。そんじゃまた。